はい、こんにちは。こんにちは。調子どうですか？調子は結構いいです。はあ、ちょっとまあこっちの方が暖かいということもあるんですけど、はい、まあ距離飛びますね、うん。飛ぶようになってきましたね。ナイス。距離飛ぶようになったことで何しました？距離飛ぶようになったことで、その何スイング的なことってこと？距離が飛ぶようになったんですが、うん、何をした記憶がございますかね？ハンマー。ハンマーね。皆さんはハンマーって言ってるんですけど、あの言ってるのを聞いてもらってると思うんですけど、もう何が何かわからない間違いない。でもこれしか言いようがないよな、うん。あの今日はね、うん、あの飛距離アップ、うん、これをね、ちょっと皆さんにやりたいんですけれども、うん、その思いっきり振って力をこう入れて飛距離が今まで過去にないぐらい飛ぶっていうことではなくて、うん、今までよりも全然ラベル振ってるのに同じ距離、うん、もしくは実はちょっと伸びてるんじゃないかっていうのをちょっとあのやってみたいと思います、はい。でそれはまあいつきがね最近こうグッとそういう風になってきたので、はい、まあ、そのポイントをちょっとやりたいと思います。それでいきましょう。はい。でその考え方なんですけれども、大事なことは、まあ、これはまた過去道というか今までの歴史の中で言ってるんですけど、とにかく振らない、うん。なぜ振らないかというと、人間っていうかゴルファーっていうのは振ろうとするとボールに対してこう横に振っていくんですよ、うん。そうすると、体が流れる、うん、いらん動きがある、うん、ということなんですよ。だからこの今の初めの中でハンマーというのが出ますけど、人間っていうのはもう扱える力というのはもう上から下しかないです。そうそう、しかも上から下に力をガッていくときに自然落下だけではパワー増幅しないんですね、うん。だから自然落下プラスこの下への反動をつかなあかんわけです。それがどうしてもわからないので、初めのうちはゴルフというのはこのボールを横からパーン引っ叩く、いうことなので、そうすると何で分かってもらったらいいかっていうと、ハンマーだと。ハンマーが重たい、重たいってことはもう何もしなくてもこのハンマーがどん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 下に行こうとする、うん。本当だ、自分でこう入れなくてもこうハンマーが下にグッと行くよと。それをうまく利用するというのがきっかけだったんですね。特にいつきの場合はもうあのがんじがらでしたから、なぜがんじがらが起きるかというと、やっぱこう振りたいわけです、うん。振りたいから力を入れてバーンっていくわけです。じゃあ、はい、あのとにかく今からもうあの体全体を使ってこのクラブを今まあちょっと普通にふわーっと振ってください。はい、ヘッドの重さありますよね、うん。これを、3倍にしてください、はい。体の動きを使ってヘッドの重さを3倍に。そう、3倍回動拳です。北斗ドラゴンボールです。違った。じゃあ今度
10倍海洋圏、はい、このヘッドの重さをスイングの中で振るんじゃなくて、これを振り上げてザーンってこの下に下ろしていくときに、このヘッドの重さ、重さをもう10倍にします。もう大だくりしてもいいです、はい、そう、ナイス。たまち、あ、音が違ったな。音が違う。で、これって力を入れてます、抜いてます？抜いてる。抜いてるよね。特に手力ですよ。だってもうこれ、あの力入れたら、うん、あの急にあの怪我するぐらい自分に返ってくるから。そう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 。で、例えばさ、ここで、うん、こうやってやろうと思ってるのに、うん、いやでももう嫌やから入らんかもしれんけど、うん、こう、わかる？うん、いや、球全然弱いです。力を入れる、クラブを振る、あとまあ最近よく言われてるこのいい選手はこう蹴ってる、こういう動きって自分の体の動きにブレーキをかけるという作用にしかならないんですよ。そこをちょっと、なんで俺飛ばないんだろう、私飛ばないんだろうという人はちょっと気づいて、そうじゃないんだと、形だけを見るんではなくて、そこをちょっと見てもらったらいいと思いますね。はい。まあ、伊月選手はもうがんじがら入ってますから、うん、から入ってますから。実際実際あのこう 蹴るので飛ばしてるって言うんやったら、うん、私両足つけたままでも変わらへんで打てるもんな、うんうんうん、OK、そうですよね。今何番ですか？今これ9番。9番、ちょっと番手7番ぐらいでしょうか、はい。これでめちゃくちゃミート率は上がって自然に飛んでます、うん、はい、はい、行きましょう。そう、考えることはもう3倍海洋圏、うん、10倍海洋圏、まあ海洋圏と言ってますけども、このヘッドを自分の体のこの下に行く反動を使ってどれぐらいヘッドを重たくできるか。多分今のちょっと出だしが軽かったからちょっとミスったけど、もうそのためにズダーンとダフっていってもいいです。そう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 、そういう意味で昔の人がそんなもん、あの横から打たんとボールをバチッと上から潰すんじゃいっていう意味はまあ分からなくもないし、むしろ合ってると思う。そう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 、今日は風フェードですね。 OK、 何もしなくてもフェードに見えるって、ね、はい、いいと思います。OK、 じゃあ、うん、本当にこれが今までよりも距離が飛んでるのか、うん、実はね、ショートアイアンだけ飛距離が伸びて、うん、もうクラブはどん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 長くなっていったらそう変わらんっていう人も多い、うん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 、9番アイアンはもう140ヤードぐらい飛ぶようになったのに、まあまあ確かに5番アイアンだったら今までと変われへん、うん、まあ前説明した、うんうん、実はちょっとその体とのこの空間認識能力、はい、把握能力という点でミスをしていることもあるんだけれども、長くなったことによってやっぱり横に振ってい、うん、ってしまってるということも球を打ちたいから、うん、あるわけで、まあ、例えば美月の場合はまあ打てるんだけれども、5番に分けてます、ちょっと言ってもらいましょう。
はい、ナイス。ロフトがね、ぐっと立ってきたことによって球がちゃんと持ち上がるかどうか。ナイス。うん、ちゃんと持ち上がってます。ボールがちゃんと持ち上がるということはヘッドに力があって、その力がボールに伝わっているということ。ちょっと持ち上げようとして上からぶったたいたかも。ちょっと、あ、でも上からぶったたくのはいいです、全然ね。ちょっと打ちやすくて、うん、あの高く上がってるところにと思ったら、うん、その手前を打った、うん、上からもう言ってるようにハンマーで手を使わずドーンです。そう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 、これをね、これをクラブが長くなったから言って横からパツンといったらダメです。はい、じゃあ4番へ行きましょう。はい、ちょっと女子で難しい4番へ。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お